皆さんこんばんは、めいこです。今日はグレールの購入品を紹介したいと思います。去年の11月にすでに買っていたんですけれども、全然動画をアップできなくて今頃になってしまいました。当時と金額が変わっているので、その点もご案内させていただきたいと思います。今日は購入品を3点紹介したいと思います。まず1点目、今着ているこちらのワンピースになります。リボン付きパワショルニットプリーツワンピース。私は M サイズのブラウンを購入しました。お値段は私が買った当時は2399円です。今は少しお安くなっていて1999円で購入することができます。カラバリはブラック、ブラウン、ベージュの3色展開になっています。どの色にするか悩んだんですけど、ブラウンが一番可愛いかなと思って私はブラウンにしました。ここが今流行りのパワショルになってます。腕がかなり細く見える作りになっているかと思います。生地は薄すぎず厚すぎずという感じですかね。ただ私はすごい寒がりなので、これ1枚だと絶対無理なので、下にヒートテックを着ているんですけれども、普通のよくあるヒートテックだとここが出てしまうんですね。で、初めて着た時にここがかなり出てしまっていて、今日は首元がかなり開いたヒートテックを買ってみました。で、それを着たら一応大丈夫なんですけど、ここがやっぱりちょっと出ちゃう。結構胸のところがギリギリなんですよね。スクエアになっているので、どうしてもこの丸いヒートテックだとちょっとサイドが見えてしまいますね。なので頑張ってちょっとこう中に入れたり下から引っ張ったりして着ています。サイズは SML の3展開になっています。私は身長158センチで M サイズを購入しました。全身はこちらをご覧ください。続いて2点目はこちらです。はい、スカートです。ツイート掲載チュールロングスカートのパープルになります。こちらのスカートですが、私が購入した時は1799円だったんですが、今は1699円で購入することができます。こちらのスカートはカラーバリエーションが12色もあります。ブラック、ピンク、パープル、グレー、ラベンダー、ベージュ、オフホワイト、モカ、ライトグレー、グレージュ、くすみパープル、ラテブラウンとあります。はい、いろんな色があってどれを買うかかなり迷ったんですけれども、最終的にはあまり持っていないパープルを買ってみようと思ってこちらにしました。こちらのスカートなんですけど、開封した時に下の方がだいぶちょっとシワシワになってはいたんですけれども、履いてるうちに気にならなくなりました。かなり可愛くて、もう何回も履いてます。すごく愛用しています。それでは実際履いてみた動画がありますので、こちらをご覧ください。
そして3点目はこちらです。ショルダーバッグを購入しました。こちら私が買った時のお値段は1799円、今は少しお安くなっていて1499円で買うことができます。こちらのバッグもカラーバリエーションが多くて、ブラック、ブルー、ブラウン、パープル、ラベンダー、オフホワイト、モカ、グレージュ、オリーブの9色展開になっています。さっきのスカートと同じでパープルになってしまったんですけど、初めはもっと薄い色を買おうかなと思ってかなり悩みました。バッグを開けてみたいと思います。サイズは結構小さいので、お財布も長財布はちょっと入らなそうですね。中はこんな感じです。肩にかけれる紐が入ってます。携帯とリップと、あとお財布だったら入るかなと思います。このクロコダイルの柄になっているので高見えしておしゃれで可愛いかなと思います。ちょっとお友達と素敵なお店に行くときに使いたいなと思って購入しました。はい、本日はグレールの購入品紹介でした。またグレールで頼んでいるものもあるので、届いたら紹介させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。